はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はフレット傷つけないようにしてくださいねっていうお話をお送りします。はい、フレットというのはこの金属の部品です。ここ見てくださいね。はい、銀色でこうバーって打ってありますよね。これちなみに半音ずつ打ってあります。で、12フレットで開放弦のオクターブ上になるんですね。12音階、半音全部足すと12音でオクターブになるんですね。はい、そのうまい具合にこう切ってあるんですけども、このフレットですね、こう弦を乗っけるところですね、これ傷ついてしまうと弦に引っかかったりとかですね、傷の度合いによってはこう押さえるたびに弦の裏側を傷つけて、この弦っていうのは傷がつくとポチンって簡単に、糸も簡単に切れたりする場合があります。はい、この状態でもかなりの力加減でこう引っ張ってあるんですね。大人がこう引っ張ってもとても耐えきれないぐらいの強い力でこれ引っ張られてます。ちょっと刃物の先でも試しに当ててみてください。プチンって一気に切れると思いますね。はい、あ、実際はやらなくていいですけどね。はい、そういう風にならないようにこのフレット、傷つけてはいけませんよというのが今回のお話なんですね。まあ、通常通り使ってたら傷はつかないんですけども、まあ、何かの拍子にこっち側向きに倒すとか、こうね、なんかテーブルかなんかにこう立てといて、でボーンと当たってガンってこう反対側に落ちた時に硬いものがあったらへこんだりするんですね。はい、そういうのとか、まあ、あとはまあドライバーとかああいう硬い金属的なもの、重たいものをこの上にコンと落としてしまうとペコッとへこんだりしますからね。そのへこみだけでも場所によってはフレットを押さえても音が出ない、ビリビリ言うっていうことになったりします。というのはまあ考えてみれば、このフレット均等に削ってあるんですけど、1個だけ低くなるとその隣のフレットって音出ないですよね。はい、そういう状態になりますので、まあめったなことにはならないです。アコースティックギターみたいに弦が硬いわけではないので、そう簡単にはならないんですけども、一応注意しといてください。まあアコースティックギターの場合は鉄の弦ですから、あのこっち向きに落としただけで、そのギターの重さと弦の硬さでガンってやったらへこむ場合もあるんですけどね。ウクレレはまあそういうことがないので、それほど心配する必要はないと思うんですけども、注意に越したことはないです。あとまああのこっち側もですね、演奏に支障はないんですけど、こっち側コンって当ててへこみ作ると、こう毎回弾いてそこに指が当たるたびに気になるということもありますので、できたらこのネックの部分もあんまり物に当てたりしないように使用してもらうといいと思います。ボディの傷なんかの場合は見た時は気がつくけど、それ以外弾いてると目立たないっていうことはあるんですが、こっち側の裏側は触った時になんとなくフィッて分かったりしますからね。はい、気になるもんで、まあ気にならない方も気にならないかもしれないですけど、そういうところでフレット大事にしてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる、寂しい心にどこからか光が差してきた。帰る家はありますか？暖かい日が灯る家。